皆さん、今日本当に、後半から参加していただいた方もいらっしゃると思いますので、今日講演会から来られたというのはどれぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。前半でちょっと私が補正報告などはしたんですけれども、これから菅野さんと、これから対談ということでよろしくお願いします。あ、どうぞお座りください。座って見えますかね？はい、ちょっと座って話を進めさせていただきます。本当に菅野さん、今日仙台から今日来ていただいてありがとうございます。実は菅野さんとは7月の去年のですね、7月の4日に東京経済大学で西下教授という老年社会学とか福祉社会学の先生の講義に確か呼ばれて講演されたということで、僕は東京経済大学の卒業生で、その東京経済大学で講演するということで、ぜひ認知症のお話を当事者の方のお話を聞きたいと思って、実はその日国会はやってなかった、国会やってなかった時期だったと思いますが、それで確か行って、で今日4月1日に講演会があるので、ぜひ来てくださいって言って、その後すぐにお願いして、実はもう半年以上前からお願いしていたので、今日大丈夫かなというすごい不安を僕は持っていながら、菅野さん来てくれるかなってずっと思ってたので、今日聞いたので本当に嬉しかったです。ありがとうございました。入社式だったんですよ。すいません、私担当で実は担当だったんですよ。申し訳ない、完全に忘れてて、あ光栄なんですよって言ったら、会社で認めてくれてるので、そうです、うん、いいよって言ってきなって言ってくれたので、こっちの方に来ました。ありがとうございます。なんか本当入社式をこんな、大事な入社式で、担当されてずっと新入社員の職場で、今で働いているということで、本当に入社式を、これを、本当に今日来ていただいて本当に嬉しいですし、今日本当に来ていただいた方には、認知症、特に若年性認知症の方の、やっぱりその当事者の話を今日聞いたことで、すごい勉強になったと、私もその7月4日のですね、講演の時に話を伺って、これをたくさんの人にやっぱり知ってもらいたい、聞いてもらいたいということで、ぜひ今日はお呼びしたということがありますので、今日の話また聞けて、またすごくいろいろな気づきがありました。ありがとうございます。で私も自分自身の病気を告知するっていうのは、告知を受けるときも大変でしたし、それからやっぱり自分のエイズという病気が当時は治らない病気で、治療法がないということで5年以上は長く生きられないと当時言われていて、でその自分の病気のことは感染症ということもあって隠していて、すごくその周りの人にも自分の病気のことを言えなかったりとか、その自分も長く生きられないと思っていたりとか、本当に同じ思いをいろんなところで、ちょっとしているので、すごく話を聞いてて涙が出てくるようなところがたくさんあって、僕自身もやっぱりすごく周りの人に、家族とか、やっぱりその本当に地域の人たちに支えられてこなければここまで生きてこなかったなと思っているので、本当に共通する話がたくさんありました。で自分が名前を出すこともやっぱ家族がやっぱりこう一緒にいていいよって言ってくれなければ名前出せなかったので、そういう意味ではそこもすごく共通していましたし、やっぱ本当に自分自身やっぱり周りの支えっていうのがあってここまで生きてこれたっていうふうに思っているので、今日の話を聞いてやっぱ本当に同じやっぱり体験をしてきたなっていうことを感じています。ありがとうございます。エイズについてとかもやっぱすごく似てるんですよね。だからその当時は全く治療法がなくて、5年以上生きられないと言われていたので、それを自分は10歳の時に聞いたんですが、本当その菅野さん39歳でそれ聞いて、先ほどの話の中でもやっぱりすごく泣いたって言ってましたけど、それどう乗り越えられたのか、先ほどの話にもありましたけど、自分の中である意味乗り越えなきゃいけなかったこともあると思うんですが、その辺はどういうふうに乗り越えてきたんですか？やっぱり同じ認知症の仲間と出会って、その人がすごく元気が来たのを見て、なんかこう自分もそういうふうに生きたいなって思ったのと、
こう生きられるんだっていうことが思って、だから今こうやって講演しててもとにかく笑って講演することで認知症の人が見に来てくれたら、あ、こうやって笑ってこう生きられるんだと思ってもらえばいいと思って、今まで多分認知症の人が講演していたかもしれないんですけど、笑って講演してる人ってほとんどいなかったんですよね。だからこそ今笑って、うん、で最初は笑えなかったです。だから仲間の人に知ってくれない人がいいからすごい笑ってなさいって言われて笑ってたら本当のようになってました。うん、だからもう今はその不安とかはだいぶ減ったかなと思います。で最初はね、失敗するとなんでこんなことでも失敗するんだろうって、普通の人が失敗することでもそう思ってたのに、今失敗してもまだ認知症とか知らないかなって思って結構開き直ってて、そうすると、ね、気持ちが全然違うんですよ。うん、だからうん、そうかなと。あとは、ね、周りの環境がいいからかなと思ってて、やっぱり会社でもこういろんなことを教えてくれるし、うん、私会社で社長の名前を、社長の顔を忘れるんですよ。こうやってね、しっかりとこう働かせてくれてるのに社長の顔を忘れてしまって、ねえねえあの人なんだよって偉そうなんだけどって社長だよってみんな笑ってくれてるっていう、そういう環境があるので、それでいいんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、それすごいですよね。やっぱそれだけ周りの人が受け入れてくれてるっていうのはやっぱすごく、病気をやっぱりそう言ったから、やっぱり周りの人もそこある意味そういうことで受け入れてもらえていると思いますし、言わないとダメですよ。そうです。やっぱり病気のこと、自分がやっぱり私が何ができて何ができないかとかっていうのは言いたくて分からないんですよね。だから自分からできないことを伝えていかないと周りの人もどう助けたらいいか分からない。で周りの人たちは助けたいと思ってるんだけど、どう助けたらいいか分からないから過剰なこう手助けをしてしまうっていうところがあるので、自分からこれはできるよ、これはできないよっていうのを言っていくっていうのが大切かなと思います。さっきのエピソードの中でもコーヒーの話とか、うん、そのパンを焼く話とかってすごくそれはついねやってしまいたい気持ちになるのを、まあその本人にもう一度失敗でもいいからやらせられるようなそういう関係性、もう一瞬優しくないなと思って思いましたなんだよ開いてくれたっていいさと思いましたけど、よく考えるとやっぱり自分でやってることが自分の自信にもつながるなと思ったんですよ。じゃああとそのいいよいいよって言って、コーヒーのね入れた時自分の忘れたっていう話なんかも、うん、やっぱりそれってその認知症の人だけじゃないような気がしていて、うん、夫婦の関係ってある意味その指摘をしないとかっていうのが大事だっていうのがあって、他の結婚をうまくいかせるような7つの法則っていうのがあってですね、でそれを一生懸命やってるんですけども、誤りを指摘しない、それからなんかいろいろあるんですね。でそれだなとまさに思って、で まさにその結婚をうまくさせるものが認知症の人にも当てはまるなとかすると思ったんですね。相手を怒らせないことっていうのはすごく大事なんじゃないかと思ったんですけど、怒らせないことがまた病気にとってもすごく重要なんですね。本当に怒らない、結構認知症の人って怒るとか暴れるとかって言いますけど、意外と見てるとね、周りの人が怒らせてるだけなんですよ。うん、なんて本人が望んでないことをするから怒ったりするんじゃないかなと思ってて、本当に認知症の症状で怒るっていうよりは、やっぱり周りの関わり合いとかがおかしいと怒ったりする場合も多いです。うん、だから認知症だけじゃないような気がしますね。うん、それは本当怒らせないようにするっていう。子育ても同じですよね。子育てもそうですよね。うん、子育てについてもそうですし、やっぱり今その特にこれからのやっぱりそういう人との付き合い方っていうのはすごくこの認知症の方だけではない、やっぱそういう関係性をやっぱ作っていく上でやっぱすごく大事なことをいろいろ今日の話の中ではあったなと思っています。で あとちょっとこれ最後に聞こうかなと思ったんですけど、最初に忘れないし聞いてしまうと思うんですが、国がやっぱりできることっていうのは、先ほど39歳の時に区役所に行ったら40歳以上じゃなければ介護保険が受けられないから何もないよと言われて、その後家族の会に行ったと。で今もですね、国がじゃああんまりこう
助けすぎないこう助けっていうか国ができることっていうのは何かっていうのはぜひあのこの当事者の会でまたね話し合ってると思うんですが、こう介護保険にすぐみんなつなげようと思ってて、私ね介護保険は本当に必要な人には本当にこう手厚くさせるべきだと思うんですよ。でも介護保険を使わなくていい人に使わせてる部分も多すぎるんじゃないかなと思ってますよ。でじゃなくて介護保険じゃなくて地域でまだまだ活躍できる人には活躍してもらうっていう方向にしていけばいいんじゃないかなと思ってて、でも私が地域包括に行ったりいろんなところに行った時も全部介護保険の話で、会社辞めてデイサービスに行ったらっていう話もありました。でもそれで子ども育てられるのかなと思って、じゃあどうやってねお金をもらうんですかって言ったら障害年金って言われたんですよ。じゃあ障害年金いくらもらえるんですかって言ったら5万円で、5万円で子どもの学費もらわないんですね。それでどうやって生活しろって言ってるのかなと思って結構イライラした時もあったんですよ。で結局今働いてますよ。で働けるんですよ認知症の人に。ただそこには環境だったり工夫だったり本人のやる気だったりっていうのはありますけど、働ける、あとは地域で活躍できる、そういうところをどんどん作っていってもらって、ぜひあの介護保険だけではなくて地域当事者だけではなくて障害者でもいいですよ、こう活躍できる場をどんどん作ってほしいなと思います。で今それを最初に言って当事者の介護保険じゃなくて当事者がいる場所って言ったら認知症カフェっていうのを作ってくれたんですね。でも認知症カフェができたのはいいんですけど全然面白くないんですよ、本人が言って。だって私が言って思ったのが尋問所なんですよ。結局いつ困って何困ってるのばっかり聞かれて、助けてくれるのかって言ったら助けてくれるわけでもないし、なんかねこう本当にね面白くないなっていうことが多くて、やっぱりねそれも当事者が来ないから集めようって人を集めようとしてますけど、じゃなくて集まってくる場所がいっぱい欲しいんです。当事者が行きたくなるようなカフェが欲しいんですよ。もう私思ってるのは女子会カフェで行くんですよ。女子だけで美味しい紅茶と美味しいケーキを食べるような女子会カフェがあってもいいと思うんですよ。でいろんなカフェがあって当事者が選んでいけるっていうことも必要なのに、どこに行っても同じようなカフェばっかりでは違うんじゃないかなと思ってるので。なるほど、わかります。あの認知症の人に来てほしいっていうようなカフェを最初から認知症カフェって言ってやってるのを、やっぱ本当にその認知症じゃなくても認知症の人でも行きたいようなカフェを作っていくっていうのは、本当に誰でも行きたいようなカフェにすればいいんですよ。それなのになんか認知の人は集めようっていうことで結局誰も来ないっていうのがパターン的に多いので、そうじゃなくて本当に集まりたいと思えばいくらでも当事者で集まるんですよね。田野さんの話を聞いてから認知症の人の本をいろいろ読みなさっていて、いろいろその認知症っていうとこう全部関心に入ってこう目に見て読んでると、あの今その注文を間違える料理店っていうのが、あの認知症の方があの働いている、でその注文を取りに来て注文を間違えるのもそれもありますよという注文を間違える料理店っていうのがあって、でもそこ間違えないとなんか間違えないじゃんって言われちゃうんですね。なんかこう間違えてもあるし間違えないこともあると、でなんかそれがそのなんか注文を間違える料理店の話 であとさっきのテレビにねいろいろ出てると、なんか認知症らしいところを求められるじゃないですか。こう認知症が困っているところ、認知症の症状で困っているところを写真映像を撮りたいとかっていう、なんかそういうテレビに出たのね、ずっと撮ってくれたのに、その後その撮った人がディレクターのところに持っていったら認知症らしい、タモトは認知症らしくないから撮り直しって言われたんですよ。おかしいよねと思って、ね、認知症らしいって何なんだろう、今までのように道に迷うのが認知らしいか、でも私も迷いますよ。でもそれを流しちゃったら365日24時間私に道に迷ってるような感じになるじゃないですか。そうすると近所の人から丹野君って外に出さないでよって言われるんですよ、確認されるんですよ。それっておかしいんじゃないかなと思ってて、まあ、道に迷いますよ。
でも迷ったっていいんじゃないのって、ちゃんと最終的に変えてこればってうちの妻が言ってくれたんですよ。うん、本当に奥さんにはね、すごい奥さんだなと思うんですけども、いつもお話を聞いてて、奥さんとはどこでだったんですか？会社の同期です。あ、会社の同期です。そう、これも言ってましたね。そう、会社の同期でその、ね、結婚されたってことですけど、本当にね、その丹野さんがここまで明るくやってられるのは家族ね、やっぱりその子供さんがお父さんもいいことやってんだからいいよって言ってくれたっていうあの話なんかも、僕はすごく丹野さんがその後こう自分の病気のことを周りの人に言えるような、ね、そういう関係を作れる本当に元になっているんだなっていうのはすごく思うんですけれども、子供はね、今認知症の症状で、私が認知症の症状で失敗した人に対しては怒らないんですよ。でも反抗期だからただ座ってるだけで、パパ邪魔って言われます。でもね、本当反抗ね、その思春期のね、はい、こんなことは本当にこれから大変ですよね。多分いろいろとお父さん臭いとかなんかね、こうね、加齢臭がしてくるとかなんかしてくると、僕もすごい気になってて、最近ね、こう自分も42になるとやっぱりなんか。だんだんね、汗の匂いとかしてくるので、本当にそういうのこう若い人と付き合うとすごく気にしますけれども、で認知症 の、 今本当にこうもっとこうしてほしいということで、今政府とか行政もかなり認知症当事者の人が入った会議をやるようになって、オレンジプランとか作ってますけど、それについてあんまりこう生活をしているとオレンジプランが何なのかってあんまり見えないんですよね。オレンジプランについてっていうのは、オレンジの腕輪をしている人とかね、たまにいますけど、じゃあそれによって、じゃあこう認知症の方たちが本当に社会の中で本当に受け入れられて生活していっているかっていうと、まだまだだと思うんですけども、まだまだ足りないところ多分あると思うので、ぜひその辺をこう今日市議会議員とか区議会議員とかでも来てますので、ぜひ言っていただければと思います。私もいろんな会議に参加させてもらって、一番最初に気づいたのが、言ってることが、その有識者たちが言ってたのが、十分になったらその人をどのように支えるかばっかり喋ってたんですよ。でも認知症っていうのは忘れないでほしいのが、十分になるまでには必ず初期があって、診断事項があるんですね。そこから十分になるまでには何年間もあるのに、それがなかったことになって、十分になったらどのようにその人らしく支えるかばっかり言ってたから、そうではないんじゃないかなと思っていて、診断直後から支えることで十分になるのを遅らせることもできる、私はそう思ってます。で、今オレンジドアやってると、本当にね、気持ちが落ち込んでしまって、うつ状態になってて、認知症が進行した進行したって周りの人に言われてます。でも私と喋って前向きになると、人が変わったように普通に戻ります。だから本当に認知症の症状が進んでるのか、気持ちが落ち込んでしまってるのか、実は私わからないの。でも私医者じゃないからね、正確には言えないんですけど、でも本当にね、そういう人たちが多いなって思ってるのと、あと会議にね、せっかく当事者を入れてくれてるのは嬉しいんですけど、わけわからないと専門用語ばっかりこうなってて、何を言ってるかわからない会議にポツンっていられた時に、じゃあ発言してくださいって言われてもわからないですよ。もうちょっと当事者を入れるっていうんだから、もうちょっと当事者にわかる話をきちんとしてほしいなっていうのもあります。それはすごく大事な視点だと思います。本当に専門家会議というか、その国でもその県でもなんかその専門家会議をやっていて、障害者の人や当事者の人を入れメンバーに入ってますよと、メンバーには入ってるけど、じゃあ本当にその会議の中でちゃんと当事者の人の意見が取り入れられているかというと、まあ、実はもう役所が作ったシナリオ通りというか、まあ、そこに一応入ってますよということだけの言い訳に使われてしまって、で本当にその専門家の人たちとか、まあ、いわゆる雇用学者の人たちとか、まあ、入っている人もいますけど、まあ、雇用じゃない人もいますけど、本当にそういうその専門家といわれている人たちの中で決められていることっていうのは、ほとんどその本当に当事者の意見を入れているかっていう、そか当事者の人たちが本当に会議について来れているのかっていうところですよね。本当にそれはいろんなところを見直していかなきゃいけないところじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、あとその、そうですね、この今後、やっぱりそのいろんな自治体とかで取り組んでいるところが結構あって、そういう、まあ、みんなで見守りができるような自治体とかっていうのは結構
佐賀県とか九州の方で結構一生懸命自治体がやっているっていう取り組みをされているっていうのは聞いてるんですけども、またそのなんかそういう自治体によってなんかいい取り組みとかっていうのはなんか丹野さん聞いてるとこありますか？大牟田の見守り支援とかもやってたり、あとは結構東京の施設の人たち、東京だと青いケアがあったり BLG があったり機能性があったりとか、そういう施設の人たちの話を聞くとすごくいい施設もたくさんありますよ。でやっぱりこう私もいろんな施設を見させてもらって感じたのが、一つ芯がいろんな施設がいっぱいあって、こう形とかその建物とかは全部違いますけど、一つ芯として あるのが、お年寄りに自分のことは自分でやってもらうっていう考えがやっぱりあるんですよね。そこの施設はやっぱり素晴らしいなと思ってて、で介護人材不足って今言われてますけど、自分で最初は大変ですけど、お年寄りが自分でやるので、介護の人が少なくても成り立つっていう部分も実はあるみたいで、あとはね、結構私たち仲間たちでやってるのは、当事者が当事者をサポートする、一緒に当事者みんなで温泉とか行った時も、当事者が私は服をどこに置いたかわからないからそこだけサポートしてもらう、で服を脱ぐのをどう脱いだらいいかわからない人だけはそこをサポートするという、当事者同士がサポートすることでできるんですよね。だから当事者同士がサポートしたり、あと私が思ってるのは、当事者同士で出会うことでこうやって認知症でも元気でいられるっていうことをどんどん伝えることで、すごく元気になる投資が増えてきたなと思ったのと、あとは私がね、こうやって全国回って講演することが本当にいいのかって言ったら、私は違うと思うんですよ。皆さんが自分の目の前にいる不安を持っている当事者にちゃんと話を聞いて、それを施策に反映させることが本当の意味での施策に反映されると思うんですよ。私は仙台の、私は東京来たって意味がわからないですよね。それよりも東京にいる目の前の当事者にちゃんと話を聞くっていうことが大切ではないかなと思います。でなかなかその当事者の人と出会える、まあ、家族にはいると思うんですよ。で家族に多分そういう人がいる、それからまあ知り合いがそうだとかっていう人もいると思うんだけど、なかなか病気のことを言えない、周りの人に。でそれがやっぱりこの、まあ、偏見っていうのがあって、どうしてもその自分の身近な地域のことなんだけど、それを知っていくことができないっていうのが、だからこそ今私がこうやって公園で回ってて、全国各地で当事者と出会ってます。その人が中心となって今どん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 やってくれてるので、今は種まきの状態です。でもその当事者がまた当事者をっていうことで、ウイルスのように広がっていってくれればなと思ってるんですよ。で本当にね、元気な当事者、どこに行ってもそうですけど、2年ぐらい前まではうちの県にも当事者はいませんとか、しゃべれる当事者はいませんって言われてたのが、今どん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 こう私もって言って出てきてくれてるので、これからじゃないですか。これからどん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 元気な当事者、しゃべれる当事者出てくると思います。で今まではやっぱり守らなきゃいけない、当事者は守られるべきって思ってた人がやっぱり違くて、やっぱり当事者が喋りたいことがあったら喋らせるとかっていうところがやっぱり浸透してきたので、これから先だと思います。今から変わるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今日もね、なんか佐野さんの知り合いの方いっぱいいたから、もしかしたらどういう感じのことを思いながら、当事者の人もいます、ね、いますよね。だから本当そういうグループがどんどんできていって、ピアカウンセリングっていうのは、自分もエイズの人たちを言われたんですけど、当事者同士だって分かるっていうのはすごく大きいと思うんですよね。でその当事者同士でやっぱ支え合うって先ほどの話もありましたけど、まあ、そこからやっぱり周りの人にどん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 こう話ができるようになっていくっていうか、そういう守られてるっていうよりも、なんかそういう自分 のことが分かってくれる人がいるっていうのが、やっぱりすごくそういう周りの人に話ができる、本当に共感するってものすごく大切だと思うんですよ、うん。やっぱり当事者同士で出会って共感して、じゃあ私も元気になって他の当事者を支えたいっていう人たちが増えていってくれればいいなと思ってます。はい。
本当にそう思います。であの、まあ、ぜひあの今日あの来ていただいた皆さんもあのぜひあの認知症のことの本を、まあ、僕も今いろいろ読み漁ってますけども、やっぱり知ろうと思うということがすごくまず第一歩かなと思いますし、まあ、ぜひそれをまた周りの人にまた話をして、こうなんだってよって言って、まあ、間違った知識じゃなくて、ちゃんとこう今日の丹野さんの話なんかもあと、本当ぜひ周りの人に伝えることで、まあ、本当に認知症に対する偏見が変わっていくんではないか、本当にそう思います。でもまだまだやっぱりこうやって喋れる当事者は特別だって思われてるかもしれないですけど、そうではないです。あの地元仙台でも今あの去年かな、イベントやった時に今までは偉い先生とかを呼んで喋らせてたんですけど、もう先生じゃなくて当事者いっぱいいるんだから当事者だけのトークリレーっていうのをやろうって言って、8人の当事者が全員一人一人余って喋ってます。でそれは家族の会のメンバーだけで、その他にも 10人がいるから、仙台で本当にやろうと思えば15人の当事者が喋れるんですよ。そんな件ないんですよね。でも喋れると思うと喋れますから、だから自分のところで皆さんがやっていってくれれば、本当にたくさんの当事者はこれを挙げることができるんじゃないかなと思ってます。まあ、も東京、まあ、東京いっぱいいますからね、まあ、東京も当事者の人います、横浜にもいますし、まあ、本当にそのどんどん喋れる人が増えていくことで、やっぱ本当にその身近にやっぱり当事者がいるっていうことを、やっぱこれから、まあ、今日は仙台から入社式の日に呼んでしまいましたけれども、まあ、ぜひあの今度はぜひあの当事者の人で身近な人を、そういうこう、まあ、こんな大きくなってもとにかくその、ね、周りの人にこう話ができるような場所をいっぱい作っていくことで、本当に当事者に対する認知症に対する偏見をやっぱなくしていけるんじゃないかなというふうに思いました。で今日本当にあの長時間、今日皆さんからも